皆さんこんにちは、山手アイコン急行運転士の翼です。駅名の由来になった場所を訪れる由来機構、本日の由来機構はこちら、神戸市営地下鉄海岸線の三崎公園駅です。駅の東にある三崎公園からこの駅名が付けられました。このチャンネルでは約4年前から駅名の由来になった場所を全国津々浦々200駅以上訪れています。毎週金曜18時にアップしていますので、鉄道好きの皆さんやご近所さんはぜひともチャンネル登録してください。それでは早速三崎公園を探検しに行きましょう。三崎公園駅2番出口を出ましょう。コープミニ少し歩きます。こちらの大通りに沿って進んでいきましょう。見えてきました、神戸ウイングスタジアム。2013年から命名権でノエビアスタジアム神戸と呼んでいます。ちょうど本日サッカーの試合があるそうです。いや知らなかった。多くのサポートの方々と一緒に歩いてきました。遊具なんかもありますね。にしてもどこもかしこもサポーターの方々で埋め尽くされています。すごくアウェーです。向こうではサッカーやってますね。かつてここには金ヶ淵紡績、金棒という化粧品の工場があったそうです。ですが太平洋戦争で被害に遭い消失してしまいました。工場の跡地は競輪場、球技場に続き現在のノエビアスタジアム神戸になったそうです。サッカーのことをよく知らなくても神戸の歴史を味わうことができます。あちらに何か車両が止まっていますよね。近くまで行ってみましょう。ノエビアスタジアムの後ろにひっそりと暮らしているこちら、かつて神戸市電で使われていた車両が保存されています。1954年に誕生、1971年の廃止の後は広島電鉄へ行きました。そして2003年にこちらまで里帰りしてきたそうです。さあ今回の由来機構皆様いかがでしたでしょうか。ヴィッセル神戸の本拠地の公園三崎公園を訪れました。サッカーだけではなくラグビーワールドカップ2019もこちらで開催されたそうです。新長田三宮からも地下鉄1本 JR 和田岬線でも来ることができます。皆さんもぜひ来てみてはいかがでしょうか。今後とも駅名の由来となった場所へ行きます。どうぞ皆様よろしくお付き合いください。それではさよなら。